よ、お疲れさ。はぁ、一時はどうなることかと思ったが。まあ、なんとかなったわね。父さん、よかった、無事で。エリオット。あれが赤毛のクレイグ。騎士に勝る豪傑ぶりだな。いや。まあ、そう見えるよね。うわぁ、エリオット！わぁ！なぜ逃げるのだよ。さあ、可愛いお前をこの手に抱きしめさせてくれ。そういうのはいいってば。本当に相変わらずなんだから。で、うわぁ！せっかくの親子の再会、何を恥ずかしがることがある。少し痩せたようだが、変わりないようで安心したぞ。本当によくぞ無事だった。父さん、嬉しいけど苦しいってば。なんか随分イメージと違うんだがまあそうですよね。でもエリオットも嬉しそう。ああ、本当によかった。なんとかなったみたいですね。あっ、やっぱり鉄道憲兵隊の。それじゃああんたか。クレア隊員、どうもお久しぶりです。ええ、学院祭の夜以来ですね。国軍鉄道憲兵隊所属、クレア・リーベルト大尉です。積もる話は多そうですが、まずは場所を移しましょう。中将閣下ともども話を聞かせていただきます。
鉄道憲兵隊所属クレア・リーベルと対比。本日より7組の皆さんに合流させていただきます。Thank you.
PP の車両だね。ああ、クレア隊員たちが乗ってきたのかな。Thank you.
目標を制圧します。ミラーデバイスセットオン。オーバルレーザー照射。
それ。だったか。ダメだったか。よし、やったぞ。ランクアップだな。こいつはギルドからの気持ちだ。お疲れさん。まあこんなもんだろう。